に3通りぐらいですね。オーソドックスな持ち方が人差し指中指をくっつけて、あとは均等に持つが大体主流です。もう一個はですね、3本1個にくっつけてしまう。であとは小指を離すがもう一つの握り方ですね。であとは均等ですかね、全部の4本の指が均等に、2本の時、3本の時、均等ですか。指に乗せる場所は第一関節の真ん中ぐらいですかね。でただ握らずに添えるだけです。で最初初心者の人たちはこれがうまくいかないので、手から円盤が落ちる感覚が出てくるんですね。なのでどん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 握ってしまう傾向があるんですけれども、最初からなるべくこういうふうな手元で動かす練習を多くして、遠心力をうまく感じることが一つの練習になります。投げ方なんですけれども、まずは肩幅より足は広くで、左手の方に投げます。でまず円盤を右手に持ちまして、体をねじります。でねじった後に一番最初に動かすのが右足です。右足を回すように投げる方向に対して進めます。で体が正面を向いた時に初めて円盤が離れるんですけれども、この状態から人差し指と親指で円盤を回します。イメージ的に反時計回りでこういう風に飛んでいってるんじゃないかというイメージが強いんですけれども、逆に人差し指と親指で時計回りに円を作っていきます。で最後人差し指で思いっきり引っ掛けてバチンとスナップをかける瞬間の動作なんですけれども、ここからバチンで円盤がより回転して、要は円盤に対して回転をかけないと円盤は飛んでいきませんので、体をまず投げ方向に正面向いた後に今の動作を行う。この指先のさばき方が一番難しいと言われています。向こうに投げる場合とします。なので最初は投げる方向と逆の方に立ちます。逆の向きですね。立ちまして、まずこれもスイングという動作から入ります。で運動していって、これも足が主体です。回転は今度は左足を軸にまず体を戻していきます。で回せに足をついて、今度左足をつくとさっきの基本的な立ち投げの動作になります。でこれを連続してやってみますと、スイングをして戻して投げる、一通りの投げの動作になりまして、まずは最初回転を一気にできませんので、この状態ではなくて投げる方向を見ながら最初ターンをして、今段階を経ていく練習方法もあります。まあ、基本的にはスイングをして、円盤で一番力が入るポイントがこう肩を横に広げた際に、この肩よりも10センチぐらい前のところなんですよ。肩の水平のかかしみたいなイメージしてもらえばいいんですけれども、この状態より10センチ前っていうのが右手、ここが一番力が入るんですけれども、この状態ができないで投げるのがそういう引っかからないっていう、はい、で一番顕著に見られるのがこのかかしの状態がありますよね。このかかしの状態よりもこの後ろで投げようとすると指には引っかからない、はい、ここが一番大事。ここで触れると高さも出ますし、はい、なので皆さんがその高さが出ないとかっていう以前に、この振る位置が違うだけです。肩の位置を後ろで振ろうとするんで力が出ないので高さも出ません、外に出ないっていうのが一番です。自分たちでもなかなかダメな時ここで離れてしまうんで、しっ
か自分の肩のラインより前で来る。そうなんですか。重要な点です。